こんにちは。全然釣れない初心者釣り師、あっぱれ熊五郎です。前回はね、道具、大体どういうものを揃えればヘラブナ釣りができるかというのをご紹介しましたけど、一番大事なね、竿の先から伸びるこの針までの仕掛けの部分、これがね説明していなかったので、今日はねこの仕掛けを作る部分をご説明したいと思います。でね、今何食べてるかっていうと、ミニストップのプリンパフェです。でね、今何食べてるかっていうとミニストップのプリンパフェですこの仕掛けを作る部分をご説明したいと思います。まずね、買っておかなきゃいけないものをまず全部ご紹介します。これまずね、道糸って竿から伸びるね、釣り糸です。もちろん決まりはないんですが、ヘラブナ何も持ってなければヘラブナ釣り用で1号このラインを買いましょう。そう決めちゃいましょう。あと釣り方によってとか池江によっても変わると思うんですが、まずねとにかく手っ取り早くやりましょうっていうことで、この1号のラインをまず買ってください。はい、浮きをね止めるための道具が必要です。これですね。はい、これはね浮き止めの筒のゴムをね定位置にこう止めるためのストッパーですね。ストッパーが必要です。それからこの透明のこの筒みたくなってる、これはね筒のとこに浮きを刺す、浮きを止めるゴムです。浮きゴム、これが必要になります。そしてそこから下に下がってきて、次ね重りをつけなきゃいけない。重りはね板重りっていうのを使います。こういうやつね、板重り。あと板重りをね綺麗に仕掛けに巻くためにこういうね筒みたいなものあるんで、この筒に板重り巻くんですけど、この筒と板重り、これを買います。はい、そして今度ね板重りの後、次にサルカンって輪っかですけど、針と道糸をつなぐための道具、これね、まあ、いろんなものありますけど、ただの輪でもいいんですけど、まあ、私がよく使うのはこういう、これはねウレタンクッションっていう名前ですけど、先に道糸つけてハリスをつける、この中間にねこのちょっと柔らかめの素材でできた、ウレタンでできた棒がついてるやつ、はい、このウレタンクッション、これを使いましょう。でその先に針とハリスなんですが、最初もちろんねいずれはすごく長く使っていくとなったら、針とハリスは別々に買って自分でね作るのが一番いいんですが、まずね最初はねもうハリスと針が結ばれているもの、これこういうヘラブナ用あるんで、こういうねハリスと針のセットになったもうくっついてるやつ、これ買いましょう。でこれを適度な長さに切って使います。これでね使う道具終わりです。今のものを揃えれば、順番にもう一回ねここに書いておきますんで、これを揃えて、仕掛け作りをやっていきましょう。で仕掛け作りですけど、まあとにかくね順番にご紹介します。まず一番最初、竿の先につける部分、8の字結びっていうので父輪を2個作ります。
まあ、あとね理由とかは後で説明するんで、とにかくねやりましょう。はい、八の字結びで父輪を2個作る、それが第一段階です。竿の先端のところですけども、ラインを八の字結びっていうので輪っかを作るんですが、それをね2個の輪っかを作ります。それをまずねやってみます。まずね八の字結びっていうのをこう折り返します。折り返したら輪っかを作ります。そしたらこれを裏通して上から裏をまずね通します。ですか、わかりますかね、こうですね、こう。そしたらこれをこの中に通します。これで八の字結びでこの父輪っていう輪っこができました。ヘラブナ釣りでする仕掛けの場合はこのね輪っこをもう一個ここにね小さい父輪を作ります。小さい父輪を作る理由はね後で説明しますけど、とにかくここもねまたさっきと同じこう八の字結びです。できました。これで、小さい父輪結び、大きい父輪結び、これがね八の字結びでできました。で第2段階はね、あの道糸をもう切っちゃいます。適度な長さ、適度な長さはどのぐらいかっていうと竿の長さとねほぼ同じです。だから8尺だったら、まあ1尺が30センチですから、8尺なら2メーター40、9尺なら2メーター70、尺数かける30センチ、このね長さで道糸を切っちゃいます。まずね八の字結びを2回やって父輪を2個作りました。そしてそこから伸びてくるラインを竿の長さで切ります。そしたらね竿の長さで切った一番下のねところから、道具を入れていきますけど、まずねこのストッパーを最初入れます。そしてその次浮きを刺すための筒になってるやつね、それを入れます。そしたらあのもう一回ねストッパーを入れて浮きを止められるとこねしっかり作れるように浮き止めゴムを入れます。だからストッパー、浮きゴム、ストッパー、それですね。で次の段階はね、あの重りをつけるんですが、重りもねやっぱりストッパーが必要なんで、まず最初ストッパーを入れます。ストッパーを入れたら次ねこの重りの筒を入れます。そして重りの筒の周りにこの板重りを巻くと、浮きによってこの板重りのね使う量って変わってくるんですけど、とりあえずはまあ2巻きぐらいにしておいて、あと釣り場で調整するっていうことにしましょう。で板重りの下です。板重りの下にはねストッパーはいらないです。次はあのサルカンです。このウレタンクッションってやつね、これの場合だとウレタンクッションを結びます。結び方はユニノットでもいいしクリンチノットでもいいんですが、私はねダブルクリンチノットっていうので、とにかくね釣り糸を結ぶことにして、ね、ダブルクリンチノットで結んでますけど、まあ、その辺は結び方自由です。でこのウレタンクッションを結びます。続きましてね針とハリスですね、それをつなぐ糸、それをつなぐわけですが、はい、付け方を今からやります。針がありますけども、針から伸びるねこのハリス、その先はどうなっているかというと、こんな感じですね。父輪を作っておきます。さっきね先端に作った八の字結びですね、同じ方法で一つの父輪を作ります。でこれをウレタンクッションにつなぐ方法をご紹介します。この穴に針を通します。これですね、
通りました。ずっと引っ張ってきて、引っ張ってきて、この父輪に通して引っ張る。結び目のとこが引っかかりますけど、父はね、ですけど引っ張ると、はい、はい、これでつきました。針をまずね、この穴に通します。穴に通したら針を引っ張ってきます。通します。はい、着きました。これでね、ウレタンクッションに2本の針がつきました。あと釣り方によっていろいろ何センチがいいとかね、好みもあるし、餌の違いにもよったりするんですが、とりあえず今回はね、ヘラブナ釣りをまず始めてみようっていうことですから、もう決めちゃった方がね、やりやすいと思う。35センチと30センチ、そのハリスの長さで決めましょう。これでね、仕掛けが1本ね、出来上がりました。もう一回おさらいです。はい、先端には、はい、8の字結びで作った父輪が2個あります。大きいのとちっちゃいのね。そしてずっと引っ張ってくると、途中、はい、ストッパーがあって、浮きゴムがあって、ストッパーがあります。ずっと来て、ストッパーがあって板重りがあります。そしてサルタン、ウレタンクッションがあって、ハリスがあって、そして針が2つついていると。で、この辺までの長さがね、竿の長さです。竿の長さと同じ長さで、ここだいたいね、そのぐらいの長さにします。だから竿の長さで違うんですから、仕掛けっていうのはね、竿を3本持ってれば3種類の仕掛けが必要っていうことになりますね。竿長さそれぞれ最低1つは必要ですから、で仕掛けのしまい方、仕掛けの収納ですけど、こういうね、ヘラブナ釣り専用の仕掛けをね、しまう棒っていうかね、そういうものがあるんで、こういうのね、買った方が気分が出ますから、まああんま高いもんでもないんで、こういうのね、買うといいと思います。仕掛けの作り方っていうことでご紹介しましたけども、説明が難しかったんですけど、まあこの動画プラスいろんなね、サイトで多分ご紹介、自分なんかよりももっと分かりやすくご説明してる人いると思うんで、この動画プラスそういうね、仕掛けの作り方の本だったりサイトを見て、ぜひね、仕掛けを作ってほしい。まもなくです。まもなくプリンパフェを食べるといつも感じることが出てきます。はい、これです。この一番底に残ったプリン、このね、底のこの細っちいところにね、プリンがはまり込んでね、これが取れないんですよ。これがね、すごい。でもね、取る方法があるんですよ。スプーンの
お尻のスプーンのお尻、生でこうやってすくって食べると、そうするとこのね、底まで食べれるとそういうくだらないあるあるでした。